はい。ラジオネームヒュンさんから頂きました。ありがとうございます。ますドッキリをしてほしいです。ターゲットはなぎちゃんがいいです。うん、まず、いつも通り4人に来てもらいます。うん、そして、機材の故障で収録を中断してもらいます。外のスタッフには中の会話が聞こえないふりをします。うんうん しばらく機械が治らないのでケイッチが一度トイレか何かで出て行ってもらいます、うん、そして門営のお二人がケイッチの愚痴を始めます、うん、そしてギちゃんにも振ってもらってギ <laughs> ちゃんがどんなことを言うか聞きたいですああなるほどねなるほどなるほど <laughs> もうできないですよほんまやほんまやできへん <laughs> やなるほどね 血の愚痴をなるほどこれはでも結構リアルなやつですよねリアルですね,そうねちゃんとやったら設定自体も、ねはい、うんうん,うんえでも モンスタエンジー人さん悪口言わん、うん、そ,のその話しないじゃないですか普段そういう話せえへんなだからなんかその時とせえへん時とああそうかそんなんいきなり言われたら急<に>気持ちあるよな、うん、なんか変な変なのって思っちゃう、うん、けケチの愚痴 <laughs> あ,ある俺らがばらすことなのそれは <laughs> なんか前でっかいライブあったんやなぐらいとかな、うん、はい、あ ところから遠回りやでそうなってくるとねそうかまあまあドッキリはしてほしいみたいなだからこれはそうか読まん方がいいんかな読まんとやってみるみたいなでも今あれやったらもう言うたらええやん直接あるななんやろ謙虚さ何気下になるんやっけ気で言うと。 私が1期で4期です。3期したい。はい。まあ3期したけども、1個だけじゃあ、行こう。うーん。ライブの時の、ライ LINE にうるさい。ライブの時の LINE にうるさい。あ、LINE にその、踊る時の LINE、ね。うん。もう、ちょ、っとでもずれた。LINE!LINE ってちょっとでも出たら LINE! いや、ええことやん うそいやそれはプロとしてねそれはねそれええことちゃいますってうだと思うんです凪ちゃんが悪かったってことですねだからはい失敗して怒られたほ他のメンバーが何か後輩に教えてあげる時もここはちゃんとしてかのケイチがめっちゃうるさいからっそういう教え方をみんなそういう教え方するんでその教え方あかんやろそれとライブの時に2個目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  自己紹介で盛り上がっていきましょうってあまり言わないようにしてるんですけどそれを言った時に怒られるへあんまり言わないようにで決まってんのよ盛り上がっていきましょうに厳しいみんなが盛り上がっていきましょう盛り上がっていきましょうどこでも言うから同じやからちょっと変えたりとか分かるでもそれは盛り上がっていきましょうで家行って帰ってくるのは当たり前やからそうやなってうんですう それは、だから、なぎちゃん悪いな。はい。その、しかも、盛り上がっていきましょうっていうのは、あの、言うことじゃないしな。うん。盛り上げるんやから、こっちが。盛り上げます。そうそうそう。そう盛り上げますのがいいね。こそれならいい。うん、それの方が絶対、今日も、盛り上げ。今日も、じゃあ、一日盛り上げますあ、それいいい。そう。では間違ったな、なぎちゃんな。はい。反省しよう。急に言葉山と。